こんにちは、今日はですね、美容室に行ってですね、髪を切ってきたので、髪はさっぱりしてますが、顔は濃いですね、ご了承ください、さっき、しかも帰りに左腕を蚊に食われて痒いです。頑張ります、でですね、今日は左手のアクセントを入れたいと思います。パート1、パート2で、右手のアクセントをシンプルなやつやったんですけど、今回はですね、左手ということで、これがですね、左手は白の頭と左手アクセント入れると近いので、クリック鳴らしながら練習したりするとつられちゃうんですね。ちょっと走ったり、ちょっともたるとクリックの音と重なっちゃうんですね。結構苦手な人が多いので、ゆっくりから確実に、練習していただきたいと思います、では、今日の、アクセントはこちらです。やってみます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォてな感じになるんですけど、これがですね、先ほども言いましたが、クリックに合わせるときにつられないように、気をつけてください。ちょっと鳴らしてやってみるとこんな感じですよ。ワン、ツー、スリー、フォーで、こうやってやってるときに、これちょっと速くなっちゃうとあれみたいな、クリックと合っちゃったよみたいな。もう一回いきますよ。これ走るとあれみたいになっちゃうんで、あとこれもそうですね、16分の4個目に入るパターン、タッ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 、これはもたるとあれってなっちゃうので、これまだゆっくりだからいいんですけど、スピード速くなった時に結構やっちゃう人多いので気をつけてください。ちょっと早めに鳴らしてみるか。これだとこうなんですけど、あれってなっちゃうので、今もちょっと速くなっただけですぐ重なっちゃいますから、そこがですね、ちょっと最初は難しいかもしれません。はい、皆さんやってみてください。ありがとうございました。